熾烈なプレーオフ争い真っ只中のサッカー J2 モンテディオ山形です。決戦を前に公開練習を行いました。大混戦の J1 昇格プレーオフ争いを繰り広げるモンテディオ、現在4連勝中で7位につけ、今週末のリーグ最終戦で6位甲府と直接対決。プレーオフ進出には勝ちが絶対条件です。決戦を前に多くのサポーターたちが駆けつけました。日曜日も応援行くので、プレーオフも行ってもらえれば青山まで行くので、全部勝って J1 行ってほしいです。勝たせてあげたいですね、応援で。その覚悟で行くので、嬉し泣きをプレゼントしてほしいです。練習には一昨日現役引退を発表した岡崎健也選手の姿も。加入以来共にプレーしてきた野田弘樹選手は、まあ、契約のためにプレーするだけの価値があるような人間性の人なので、メンバーに入っても入らなくてもやっぱりロッカールームですごい雰囲気作ってくれるし、まあ、12月まで、一緒にサッカーさせてあげたいなと思います。山形一丸で決戦に臨みます。自分たちは本当に勝つしか道は開けないので、本当にいい準備をするだけだなと。山形のためにできることをピッチで表現したいと思っています。ここまでいろいろあって、難しい時間もたくさん過ごしたんですけども、間違いなくここまで這い上がってきたっていうのも、選手たち自身、チーム自身ですし、皆さんの力を借りながら、これまで同様皆さんと一緒に戦って皆さんと一緒に勝利をつかみたい。絶対に負けられない甲府との一戦は12日午後1時キックオフです。